やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。なんか全体的にどっかで見たことあんなーこれー。今回紹介するのは、QKZ のちょっと前に出た新イヤホン、ZXM だ。この圧倒的既視感の割に、本当に初紹介なんだよ。多分国内のレビュアーも紹介してない。詳しく見ていこう。基本的には QKZ のいつものフォーマット。このイヤホンが登場する前に、ZST そっくりな ZXT というイヤホンが登場しているんだけど、その形が変わっただけのモデル、という印象がめちゃくちゃ強い。そもそもそれ以前から QKZ は 10mm の1ダイナミックドライバー、リケーブル可能なモデルを乱造していて、このイヤホンも新作みたいな顔をしているが、それらの流れを組むイヤホンだ。QKZ は 10mm のダイナミックドライバーを採用したイヤホンとして、有名な VK4 というモデルがあったんだが、中に入ってるドライバーを調達できなくなって別物になるとかいうムーブをしているので、基本的にレビューを信じて買っても別の音になってる可能性もある、とかいう恐ろしい現象が発生しかねないんだよな。そんなわけでこのレビューも話半分に聞いてくれ。QKZ の ZST もどき、ZXT の特徴は、イヤホン後方に開いた、3つの角型のベントなんだけど、この特徴をこの ZXN も、ものの見事に受け継いでいる。つまり、プラスチック部分は ZXT と共通だ。でもって、おそらくドライバーも共通。違いは、色と、背面がアルミ系のフェイスに変更になって、リッチ感が増したことだろうか。つまり、見た目の変更なだけのように思うんだが、だがちょっと待ってほしい。このイヤホン、背面デザインを変更するために、金属製のプレートが使用されているんだよな。つまり、このハウジングの素材変更によって、反響の変化が得られる可能性がある。ある?口に書いてあるスーパーハイファイテックとかいう中学生が思いついた漢字の単語が俺の過去をえぐるんだが、とにもかくにも聞いてみよう。付属のケーブルはプラグ部分がオリジナル。マイク付きのみとなっているぞ。で、肝心の音色は、変形になっている ZXT の素性をまるっと引っ張ってきている結果、基本的には ZXT、そして、その ZXT の出来はなかなか優秀だ。よって、この ZXN も、基本的にはバランスが良く、わかりやすい音。この価格帯のイヤホンとしては当たりに分類できるイヤホンとなっている。問題は過去作とマルチし音も構造も同じってことだけどな。とはいえ、ここら辺のイヤホンをいっぱい買うのなんて変人くらいなので、普通は何の問題も起きないんだけどな。欲しい見た目のものを買えばよろしい。ただし、コールさえ話をすると、ZXN はフェイスプレートが金属製なので、ZXT と比べると、一部の高音域がちょっと鋭い印象がある。これはエイジングの進みによる違いなのかもしれないけど、バランスとしては、前のモデルである ZXT の方が取れている感じがするんだよな。というわけで、見た目で面白がって買うと、普通にいい音。それだけ分かってや買う人なら、選択肢には入るんじゃないかな。といったところで今回はここまで、サブチャンネルもよろしくな。